皆さんこんにちは、ジーソーレゴブルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオ乗り込めクッパの飛行戦艦チャレンジです。今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、今回はアンケートで最も投票が多かったこちらを組み立てたいと思います。こちらは2021年の7月に発売されたレゴスーパーマリオの拡張コースです。ちなみにこちらは去年地元のイオンモールで5000円で買いました。これ箱の時点なんですけど、この飛行戦艦の完成度めちゃめちゃ高いですよね。大型セットの割にはキャラクターの数少ないですよね。はい、箱の後ろはこんな感じです。飛行戦艦が展開してめちゃくちゃ大きくなるのいいですよね。これはすごい作るのが楽しみです。こちらの定価は14,980円でピース数は1152個です。では開けましょう。ではレゴマリオレビューしたのって最後夏頃だったので約 2,3 ヶ月ぶりのレゴマリオです。すごいパーツの量だこれは。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で14個入っております。それ以外にこちらのパーツが2つ入っております。これは作るのがすごい大変だと思うんですけど、頑張って作りたいと思います。
あ、もうこんな感じですね。こうやって出てきてスパナをぶん投げて、で隠れるんですよ。これがまたいやらしいんですよね。で、このままこの的に当てると、はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。